よもやま話第162話、荷車引き、荻田時四郎さんのお話。わしの小学校4年生ぐらいの自分、高校展覧会というものを松野校長さんが企まれましてな。聖書や家や綴り方や手芸品やなんも並べて、学校の展覧会の時にやられたんです。 長毛は光明寺の丘見蝶図の周りに掛けたったりしてないかなされてまっとったな。その手桶に、この手桶は昔荒井白石が勉強中眠くなると庭に出て水をかぶったというその時使ったものという説明がつけてある。まあごまかしですな。とにかく古いことを思い返すことができれば本物でノうても がったんです。らの奥からスルスミの靴を借りてきたり、光明寺の天狗の頭を持ってきたりな。その時、わしはひどい目にあったです。鎧を借りについてってな。河江寿司家という先生は市島の時代もさの弟で、当時自責やったんです。河江先生に手紙書いてもらって、 中森の真央マと清丸さんの兄さんの敏馬とこの週は高と化でしたが行ってくるってことで二人がわしに時馬お前も行かんかいなんて言うもんで騙されてついてったんですこっちで迎え渡りゃいえものを 下津原でも、流行でも、一本橋屋で、小瀬なんだですわ。知らないで、下へ回って、市島の学校の下の橋を渡って、ずーっと戻って、自在もさえ行ったら、うちにないで、吉田の佐平さえいって借りていけってことで、佐平さえいって借りてきたんやった。今思うと、どうも、 昼飯食わずに行ったんでしょう何しろ腹が減ってまったんですペコペコにそれがどっちの種も気が利かんのやまあ遅いにまんま食っていけとも何にも言わせなんだまあしゃあないどん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 帰ってきて昔のやいまたの人を通ってこうぐねぐね道を登ってきて 人作さの下の野田ってとこがありましたが、あそこんとこへ来たらおばあが迎えに来とってくれたわ。わしはおばあの顔を見たら泣きだえてなんやった。おばあにおばれてうちへ来て、夕飯屋がいっぺんに食うと腹が八キルでいかんてて、二辺にもらって食った覚えがある。そうですなわしは足はきつかったです。 今の今野の駅のそばにその時分弟とおっかがおりましたでなそこへ夏休みやなんに行くに下津原辺までおばあに送ってもらったりして暗いうちにうちを出ましたがちょっと遅いおこびる時分に十里の道を歩きつきましたでその時カミカリアスの坂で 夕になったとてばしゃのケツの足掛けに乗って、あんでも100メートルぐらい行ったことがあるです。中にお客が乗っ取らなんだが、不審やった。別当と魚車は前に乗っ取りましたけどな。それから松野先生は、中心蔵が大変好みでね。12月の14日の晩は、雨天体操場の 大きな犬に火を越えとって、中央部の青年はもちろんやが、不景もよりましてな。何ぶ節やるもな、何ぶ節やる。それに先生の技師にちなんだ話やとかあって、人よさ技師打ち入り記念会をやる。そういう授業もやられましたな。にーわしかったですよ。 とにかく先生は、ケラ学校に15年見えて、夏休みやな、手前に大学して、板場やな、みんな、張られた。うちとして見えたんですな。その松の先生が、変わっていかれるってことで、一石の御恩法事に、先生の荷物を8万まで、送らまいかっていうことを、 中央部の青年会の者が相談し合ってな。15台ほど荷車を持ち寄りまして、先生の家の前まで送り届けたんです。その時分、自席の肝臓さんは松野さんの婿になりかけあったですな。わしは当時荷車引きをやっとったですで、 葬式です。十五六台の車にみんな引き付けとらんで、ちーとつ二をつけてくれてね。あんこ引きをつけて三人ぐらいつで引いててたんです。わしは十八区のとき三年に車を引きました。間違いよいですな。高田さんやら、 田中や東や都庁の墨を八幡の宮川とか森田へ運賃持ちで引いたんです墨は八票から十票大体九十五巻から百巻ですな難所とい,いや下津原の下の坂ですな今のゴートラのブロック工場のとこです あそこには断固がありました。滑らが。はじめ二年は小池刑事さんとこの伊豆馬も引きましたね。お互いに押し合って乗りましたな。三年目に伊豆馬は馬車になったんです。そんで伊豆馬がよい言いましたな。先に行って待っとるよ。俺が後からやってって押してくれるね。 その伊豆馬は、はや十九で死にましたがな。あの坂を一人で登るときは、ロップを電柱に巻いて、そいつを掴んで、じりじりと上がって、止めて休んで、またじりじりと上がったもんです。それと、龍光橋の下方の、ハサみ岩ってやつも、 長い偉い坂でしたな。荷車引きは一日一円になるでいいえなんて言ったです。他の人足が七八十銭の時ですでな。八万からの帰りは米一票に酒のとだる一本ぐらいが二です。運賃は米一票が二十銭か二十五銭やったです。 ご飯は三合割後に米の飯を上下いっぱい詰めてもらって、下津原の一番下の小枝ってとこか、もうちょっと出てって吉田の一番上の草衛門出店で食べましたな。おかずは二千かや増分ありましたんな。それから町へ着いて、 町を回って登ってきてこの2軒であっちこっち食ったんです車引きの足やわいは初めの頃はわらじがけでついかけってやつを生えての太い時は赤足にわらじがけですそんなわけで足のきついやつが余計きつくなって走ることには負けなんだです 荷車引く自分に昔は筋筋で青年が連合して運動会やなんやりましたでな口見はだと伊地島の学校で運動会をやって学校から吉戸を登って流行橋を越えて走ったがそいつで一等賞を取って蛇の目を一回もらったです。神馬の下もわしらが 荷車引く自分は昔のまんまでしたであそこを引いておれたんですな橋の爪に断固がありますがなあそこにヤインさんの家があってあれから名畑徳造さんの方へ向けて自然に行ったんです神馬の下の坂は馬車が押されてよー落ちましたわしらも三代か四代知っとりますな やえさんの下もいっつも田んぼへ石が落ちてしょうのないとこやったです。あの田んぼはわしらの子供自分にできたんですで。